侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。Самурай болтой алдаа төрдөг. Ямар нэг юм харвоо? Энд харагдахгүй л байна. Явчих гэхдээ болгоомжтой. Дорон мутар шатаггүй. Авсан хүрнэг нь хэрч ав! Үхсэн бол самурай! Доошо! Доошо! Хулари чэн! Бич доошо! Ноу!
古賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あの獣を倒してください。白い葉の木を見つけねば。
古賀はここの葉を集めたのか。あれか、白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。これ以上何も知らないんだ。人のうめき声だ。
ってる。撃ってこい。発射やっちょ。ボルタン取り残し。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。に得させるわけにはいかぬ。よし、影。
けろ、影。誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。これが試合場に違いない。遅かった。古賀は何をしておった。古賀め、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのジジイから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。それは違う。この場で見極めておる。
技のみでは俺には勝てぬ。かような最後があろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。